武田の将は勝頼に失望したはずだ。敵の寝返りを誘いつつ勝頼を追い詰めるぞ。まずは眼前の敵兵を圧倒し戦意を削ぐのだ。こたびは私も前線に立って戦う。カズマス、本陣の守りは頼んだぞ。はあ、お任せを。で我らに寝返る者も出てくるだろう。もはや武田に味方したとて先はない。我らが神父城へ洗い出そう。でかいもん。わしつく。まずは基礎が寝返った。城への道は開けた。一息に陥落せしめよ。小口を抜かれただと。騎馬隊を出せ。敵の進軍を止めるのだ。武田自慢の騎馬隊か。来るなら来やがれ。俺らがまるっと潰してやるぜ。何人たりとも城には入らせるものか。勝頼様、この城を捨てお逃げください。武田の名脈を保つため何とぞ。分かった。私は信繁の元へ向かう。皆の武運を祈る。失せるがいい。勝頼が逃げたぞ。別動隊、急ぎ勝頼を追うのだ。思いのほか城の守りが固いような。先に周りの砦を抑えるのが上策だな。燃え尽きがいい。敵に情けはかけぬ。かなうあいつ。手ではなかったか。おお、やりましたね。燃え尽きない。逃がさん。三方ヶ原では散々な目に遭わされたが、今となってはもう俺たちの敵じゃねえな。討ち死に。燃え尽きるがいい。お手合わせ願おうか。燃え尽きるがいい。周りの砦を落とし城を孤立させよ。逃がさん。燃え尽きる。敵に情けはかけぬ。討ち死に。なんと目覚ましきご活躍。やめろ。何人も止められぬと知る。敵に情けはかけぬ。耐えきれん。聞かせてもらう。山田の兄弟が敗れたか。私が出るほかあるまい。開門。燃え尽きるがいい。我が父信玄より継ぎし勝負の魂にかけて貴様らを撃つ。かかってこい。逃がさん。
ができるがいい。何人も止められぬと知る。よし、これで城攻めに注力できよう。激しく攻め立てよ。打ち取ったり、打ち死に。なんと見事な。城を落とせよ。攻め手をさらに厳しくせよ。開門。燃え尽きるがいい。すでに俺はこの城を死に場所に定めてよ。さて、どれだけ道連れにできようか。早くも敵に見つかったか。だが何としても信繁のもとへたどり着かねば。勝頼を逃がしてはならぬ。この一戦で武田を根絶やしにするのだ。敗北条件変更。燃え尽きるがいい。燃え尽きるがいい。何人も止められぬと知る。面目次第もございません。燃え尽きるがいい。燃え尽きるがいい。失せるがいい。バカな、遅れを取るだと。時はかけぬ。燃え尽きない。燃え尽きない。武田はわし決して滅びぬ。勝頼様、あとは頼みましたぞ。討ち死に。神父城は落ちた。あとは勝頼さえ撃てば武田は終わる。みんな、やるぞ。敵の追撃を打ち払い、勝頼様をお守りするのだ。開門。我らの進軍を邪魔する者に容赦はいらん。撫で斬りにせよ。勝頼様のため少しでも時を稼がねば。別動隊は織田勢の本陣を襲え。何、敵襲だと。武田勢にまだそれほどの余力があろうとは。情けはかけぬ。開門。道は開け。急ぎさ、宇宙を進み、勝頼を撃て。ここまで来ればもうすぐだ。信繁のもとにさえたどり着けば。閉門。燃え尽き、味方本陣を落とされては戦にならん。燃え尽きない。早々に敵を始末しろ。死
城を捨て逃げ出した勝頼に何ができる。潮時だ、信長殿に降伏を申し入れよう。燃え尽きはいい。穴山も寝返ってきた。奴は何かに使えそうだ。一門の穴山殿まで猛打に下ったのか。これでは勝頼様を救うことなど。来たな、今だ、撃って出るぞ。これが適性を退ける最後の機会と心得よ。開門。やはり伏兵がいたか。ビルマズ迎え撃て。信重、ここを開けてくれ。勝頼様、私も敵側に下ると決めました。武田の命運はもはや尽きたのです。燃え尽きはいい。燃え尽き。重、お前まで私を見捨てるのか。勝頼様も武田も俺たちが守り抜く。命に代えても勝頼様の活路を開くぞ。私とて小野が決断に命を賭している。負けるわけにはいかぬ。開門。あとは勝頼を撃つ向きがいい。進め。道を開けてしてくれ。我は無双苦で食いよ。すべてを壊し尽くす魔王よ。討ち死に。天目山の先導役は私にお任せくだされ。開門。押し付け。穴山め、信玄公への恩を忘れ敵に下るなど許しがたき証明。叩き切ってやるわ。正恒は武田二代に仕える歴戦の優勝。夢夢侮ってはならぬぞ。討ち死に。燃え尽きはいい。燃え尽きはいい。燃え尽きはいい。逃がさん。何人も止められぬと知る。燃え尽きはいい。武田にあだなす全て切る。諦めろ。どうした武田を守ることかなわず申し訳ござらん。討ち死に。正恒までも撃たれたか。私が非力なばかりにすまぬ。ここで果てるわけには。いや、無理かな。我は無双。
全てを壊し尽くす魔王よ。打ち死に。目つきがいい。打ち死に。目つきがいい。さあ、この先が山頂でございます。開門。壊し尽くす。逃れることはできぬか。ならばせめて武田の名に恥じぬ戦を。燃え尽きればいい。燃え尽きればいい。勝頼殿を落とし、敵を内から崩す。すべて信長様の思惑通りですね。このやり方なら武で圧倒するより確実に武田を滅ぼせる。信長様は怖い人です。父上、やはり私では武田を守り抜けませんでした。討ち死に。武田との長い戦いがようやく終わったのですね。武田家は古き乱世の象徴。もっと早く滅ぼすべきだったかもしれんな。